それではですね、今日は上六の天の馬鹿に来る点で行きたいと思います。竿は16尺、それから水糸は08です。で、浮きはですね、PC トップのボディが10センチ、PC 使うのは馴染み側の触りをちょっと多めに出したいなと思って PC を、使います。で、トップも先端から、5つ目の大ダイは餌打ちに取りました。ちょっと、真ん中からかちょっと 上目ですね。それから、ハリスは、上が、04の15センチ、それから針は、極みあらずの6号が、下がですね、0.35 で、長さが70センチ、それで、針は、軽量カンスレの4号です。これでちょっと様子を見ながら釣っていきたいと思います。じゃあ始めます。はじめはちょっと大きめにラフにつけて行きます。これなぜかというと、まず魚を寄せることが一つと、浮きの馴染み方を見たいのと、ここで気をつけるのは上のバラケの馴染みと桑瀬のグルテンの馴染みをよく見ておいてほしいなと思いますね。まず最初にこう入っていくのは、どうしても上のバラケの馴染みが先に出ますよね。それから一呼吸を置いてからグルテンの馴染みが出ると思います。で、今こうやって入っていって、この馴染み、この馴染みはまだ上のバラケの馴染みだと思います。で、ちょっと大きめにつけたのは、最初しっかり入れて、それでそこで魚が当たるかどうかをちょっと見たいのと、やっぱりこの餌がちゃんと馴染むかどうかも一つの大事なとこですから。で、最初はやっぱり上のバラケがしっかり馴染んだ後にグルテンが入ってきますから、その間に魚が触りが出るのかどうかも一つ見たいんですけども、でもまだ一投目で当たることはないですよね。で、こうやってしっかり入ってじっとしてたら、自分はもうこのまま切ってきます。そうですね、自分は今のこの餌打ちの状態からいくと、だいたいトップ先端一目残しぐらいか二目残しぐらい、そのくらいでいいと思ってます。どっぷり馴染んでトップがなくなっちゃって上げたり下げたりするんだったら、そこまではしません。でも最初わからないですから、最初の何頭かはある程度ちゃんと馴染ませるように します。で、これ入っていくと、この馴染む速度がゆっくりこう入っていくのが自分としては非常に理想なんです。スーッと入っちゃうんだとやっぱりちょっと違うかなと思うんですけど。今のは当たりとしては結構大きくつけたんですけど、魚が結構いるんで途中で受けましたよね。で、受けて今度多分ハリスが、下張りの桑瀬のハリスがもうほとんど張るか張らないかぐらいで当たりが出ちゃったんですけど、こういう時は結構魚の状態がいい状態ですよね。今あまりにも早く受けが出すぎたんで、今度ちょっとまだ状態がいいのか悪いのか分かんないんで、ちょっとこの一頭は深なじみさしました。
で今度はもうちょっと小さくしてラフにつけます。今度はちょっと 上のバラケを小さくしてラフにつけたら、これだけ浮き木が触らせましたよね。ということはあんまり重たい餌をしっかり入れると魚が餌にアタックしてくれないのかな、上のバラケがあんまり重たすぎてもいけないのかな、やっぱりそういうふうに自分は見るわけです。で今様子見たのは、結局上張りを小さくして馴染み幅を少なくして、なるべくグルテンの方に魚を向けさせたいなっていう感じがまずあるわけですよ。もう今の時ちょっと受けてきたから、そんなに大きなバラケ打たなくてもいいと思うんですよ。魚が寄ってきてるわけだから、寄ってきてきたらやっぱりちょっと小さめにつけて、無駄に寄せすぎないように。逆に寄せすぎると釣りが難しくなるじゃないですか。だからそこら辺もこう上のバラケで調節しながら釣った方が釣りやすいかな。で今みたくちょっと馴染み幅をだいぶ抑えてますから、その時は馴染み切ったところのあたりも一応合わせていきます。大きくつけてどっぷり馴染ませてる時は、そうすると空寸が出たりなんかした時に、大きな餌が合わせた時に釣れない時ね、棚の位置から上でバラケ刺しちゃうんで魚が上ずりやすい、それも一つあるんですよ。これはすぐ飛び込んじゃったもんね。いいヘラだな。よし、やっぱり釣れたな。今のあたりで上張りをあんまり重さを出さないようにしたら釣れてきた。いい感じで。そうですね、ちょっと今餌落ちを変えたのは、ちょっと魚の食いが渋くなったんで、ここでなんていうかな、早いあたりがこう出なくなってきたんで、ちょっと餌落ちをもうちょい真ん中というか下寄りに取りました。それはちょっとこらえてちょっと待ってもいいように、それともう一つはボディの例えば付け根から餌落ちぐらいまでのあたりで当たった時に乗るように。あんまり浮力殺しちゃうと早いあたりが意外と乗らないんですよ。だからちょっとその辺をちょっと今変えてみました。ちょっと魚がやる気あるときはある程度浮力殺した方がいいときも結構多いんですけどね。でも今日ちょっとそんな感じはないんで、
くな。そうですね、例えばいい当たりで乗んなかったら2回3回って続く時あるじゃないですか。そういう時はその当たり送ってやるのがまず最初かな。まずやるのに餌も直すとか何とかする前に送って、うん、で送っとくってどこで送ってこういう感じになったら乗ったっていうとこを覚えていくしかないかなと思うんですよ。だけどそれも長すぎしないと思うんですけど、でまず第一段階はそういうとこじゃないですかね。今だから自分なんかはちょっとさっきの水が一杯半で作ったでしょ、バラケ。それ一杯で作ってみたんですよ。だから固めでそれでボソでしっかりつけたら浮きは動くんだけどほとんどからずん。で今ちょっと手水つけて少し柔らかくしたら乗ってきたでしょ。だからやっぱしこの時期は難しいのは特にバラクルの場合、上の団子に当たってる場合もあるっていうことですよね。はい、だから上の団子もちょっとほんの気持ちずつ柔らかくしていくのもいいんじゃないですかね。それとあんまりカラツンが多いようだったら、例えばもっと餌柔らかくして上の団子に食わしちゃいと思ってる気持ちでやった方が殻が少し減るかもしれないです。でも人によってはやっぱり食わせない餌に釣れなきゃ嫌だって人がいるんでちょっと難しいとこもあるんですけど、でも自分なんかは針が2個つけてあるんだからどっち釣れてもいいかなと思うんですよ。じゃあ確かに食わせだけに釣らしたいですよね。ちょっと柔らかくしたらで今度はさっき見たけど殺してないじゃないですか、あんまり。だからこの速いあたりが出るんですよ。さっきの殺しちゃうとそのあそこは通過しちゃうんですね。多分通過してその間浮力がないとこ通るでしょ。だから当たり出ないんだと思うんですよ。まあ、食ってるかもしれないけども浮きに現れない。そう、当たられない。だからこの餌詰めるって結構大事なんですよ。でも食いっ気のあるヘラだったら殺しとくと馴染むまでに止めとかそういうのも釣れちゃうんですけど、今日はそれはないですからね。だから今の状態はグルテンは変えないで上のバラケだけちょっと元の柔らかさに近いほど戻したんですよ。よくバラケはちょっとかさぼそって人がいるじゃないですか。だからそれちょっと試してやってみたんですけど、やっぱり反応はあるんだけど食ってこないですからね。本当にねこのバラクルの釣り、まあ今日は結構こう難しかったんですけども、まあ、これから活性が上がってくればまた違った面が出てくるんじゃないかと思います。でこれから暖かくなってきて、魚に活性が出てきたら上のねバラケなんかもあんまり硬くボソをつけてると非常に辛くなりますん でそこら辺も臨機応変に殻があんまり続くようだったら両グルテンで釣っちゃうとかそういうことも必要じゃないかと思うんですよ。ですから、まあ、食いの渋い時はしっかり入れてそれで当たりを選んで釣っていく。どうしてもこの魚が寄ってくると当たりはたくさん出るんですけども、でも食うヘラがいないとなかなか変な当たりが来ると釣れちゃうんで、ですからそういう中で例えば最初のこれいい当たりだなと思うのが乗んなかったらまず送ってみて2度目3度目っていうあたりで乗ってくるかもしれないです。でもそれ2度目3度目でも乗ってくればそれを追っかけてってもいいんじゃないかなと。ですからまあ今日はちょっと柔らかめのグルテンの方が反応良かったんですけども、これから活性があったらこのスゴグルの作りっぱなしの1対1のグルテンがいいってこともあります。ですからねその辺も
これから面白い釣りができるんじゃないかと思います。でやっぱりちょっと最初に作った1対1ぐらいで釣れてくれるようだと大釣りがあるんじゃないかと思ってます。ですから皆さんぜひね、このバラグル非常に何て言うんですかね、奥が深い釣りをね、これから自分流にいろいろ合わせていい釣りをしてもらったら自分は嬉しいですね。ぜひ皆さん頑張ってやってほしいなと思います。